ドルビーノイズリダクションシステム、ドルビーノイズリダクションシステム、ドルビーノイズリダクションシステムとは、ドルビーラボラトリーズ社によって開発されたノイズリダクションシステムである。1966年に最初の実用システムが開発されて以来、ノイズリダクションシステムの主流として広く用いられている。システムには、業務用の A、SR、民生機用の B、C、 S, S がある。B、C、S はコンパクトカセット用デッキに搭載され、再生時に発生するテープ必スノイズを低減するのに用いられる。ノイズリダクションを示す表記、あるいは略記として、NR、ノイズリダクションと記述されることが多く、本校もそれに倣う。ちなみに混同され、安い DBX は DBX 社が開発したノイズリダクションシステムであり、 ドルビーとの関連性はない。最初に開発されたシステムで、主に業務用途での録音、再生に使用された。このシステムでは、20から2万ヘルツを4分割して、各帯域で圧縮、身長を行う。これにより、110から15デシベルの S、N 比の改善が得られる。1966年に、イギリスの劣化者が、 自社のレコードのマスターテープに初めてこのシステムを導入した。映画音響の制作にも1970年代中期までには A タイプの NR が導入されていた。ジョージ・ルーカス監督のスター・ウォーズとスティーブン・スピルバーグ監督の未知との遭遇をきっかけにドル BA はサラウンド音声ドルビーステレオにも本格的に使われるようになり映画館の音質改善にも寄与した。 1969年に開発され、A タイプを元に簡略化市民性用で使える仕様にしたもので、一連のドルビー n r としては最も広く普及した。ヒスノイズが耳につく高い周波数の入力音声信号をテープに記録する際にレベルを上げて記録、エンコードし、再生するときには元のレベルに戻して再生、デコードする。これにより、 召喚上必ノイズが低減される。ただし単純にレベルを上げるだけでは、大きな入力レベルの時に飽和を起こしてしまい、まともに記録できない。そこで、大きな音の時にはノイズが聞こえにくいという人間の耳のマスキング効果を利用し、入力レベルが大きい時には倍率を上げず、小さい時には倍率を上げる圧縮記録の考え方を用いている。 最も入力レベルが小さい時には 150Hz 付近からレベル上昇させ 5kHz 付近での S、N 比が約 10dB 改善されるように設定されている。メリットは S、N 比の改善、ダイナミックレンジの拡大である。デメリットはテープ、またはデッキの周波数特性に乱れがあるとそれが拡大される、録音時に、 バイアスと録音レベルの調整を正しくはないと正しく、再生されない、パンピング、動的副作用といって、パルス製の信号、キックドラムや木筋などのように立ち上がりが早くて、響きが、時間的に短い音に対して、再生時に追従しきれずに、ノイズが聞こえてしまう、などである。また、体感的な問題として、音がこもりやすいというのもよく挙げられる。 カセットデッキに記載されているドルビーノイズリダクションの表記としてドルビー NR やドルビーシステムと書かれているものはこのドルビー B タイプに相当する。1970年日本ビクター、現、JVC ンウッドは4チャンネルステレオレコードの差信号のノイズ低減のためにノイズリダクションシステム、アンアーズを開発した。 開発から数年後にコンパクトカセット用のノイズリダクションシステムとして、同社のカセットデッキやごく一部のステレオラジカセ、例、RCM90 等に順次搭載されたが、ドルビー B タイプと同等の仕様となっており、互換性がある。アンアーズの発展、改良型となるスーパーアンアーズは、ドルビー B タイプとは全く互換性がない。アメリカでは、FM 放送を、 ドルビー B タイプでエンコードし、受信機側でデコードして、ノイズを減らすドルビー FM システムが1971年に登場、いくつかの放送局で試みられた。しかしこれは成功を収めることはなく1974年頃には、次第に収束に向かった。対応する FM チューナーがいくつか発売され、内蔵するドルビー B タイプユニットを、 外部デコードプロセッサとして使用切るモードを備えたカセットデッキも少数発売された。ドルビー b タイプはカセットデッキの手軽な音質改善機能として多くのユーザーに使われ成功を収めた。当初ははがき台のプリント基板にディスクリート素子が大量に搭載された処理ボード、いわゆるゲートアレイが必要で多数のトリマー調整を用したため効果であり、高級機にしか採用されなかったが、 すぐに IC 化1チップ化されて普及機種にも搭載されるようになった。2014年12月、この当時の新品で購入可能なアナログカセットデッキとしては唯一、ドル BB ビービータイプ NR を搭載した TIAC の ADRW900CD レコーダー搭載一体型シングルアナログカセット機が生産終了、出荷終了したことにより、名実ともに ドル b ー b タイプ NR は1970年の製品化開始から44年の歴史に幕を下ろすこととなった。2018年3月にはティアックからドル b ー b 相当の NR を搭載した W-1200 が発売された。民生用。概念的には B タイプノイズリダクションシステムを2回通したのと同じで効果も2倍である。 ドル BB タイプは広域のみのノイズ低減効果を実現したものだが C タイプでは高音に加え中音域のノイズ低減も実現している。さらに C タイプでは課題信号が入力された時に磁気飽和することを防ぐ目的で慎重操作を行いアンチサチュレーションこれにより歪みにくくなる。これらの操作により入力信号のスペクトラムの酸野は小さくなる。 その結果録音レベルを高く設定することができ、より高いノイズ低減効果を得ることができる。ノイズリダクションの効果が B タイプより大きいため、ノイズリダクションを経由すると発生する音質の変化も B タイプに比べて大きくなるデメリットがある。また動作点の調整がシビアであり、録音されたのと異なる機材で再生すると音が変わってしまいやすかった。 B タイプとの互換性はないため C タイプで記録したテープを B タイプしか装備していない再生6歳機器で再生すると広域が目立つ再生音になり逆に B タイプで記録したテープを C タイプ対応の再生機器で C タイプのスイッチを入れて再生すると逆に広域がこもった再生音になるただし C タイプの回路を B タイプに切り替えることは簡単であり 多くの機種では B タイプと C タイプの両方に対応したドルビー i c で機能を実現していたことから C タイプの内蔵機器のほとんどすべては B タイプにも対応している。ラジカセ、ヘッドホンステレオなどのローエンド機やカーオーディオまで幅広く普及した B タイプに比べ C タイプは中から高級機でのみの搭載となることが多い。ちなみに、 日本においてバブル景気前世の1980年代末期から1990年代最初期には、ごく一部の高価格帯の CD ラジカセやヘッドホンステレオなどにも C タイプが搭載されていた。また、日本の音響メーカーとして最後に C タイプが搭載された機種は2005年9月に発売された、音機用のハイコンポ、プレミアムミニコンポ、インテック205シリーズ用、 カセットデッキの K-50FX メタルポジションによる録音再生対応機種としても最後に開発された機種である。1986年発表の業務用のノイズリダクションシステム。SR はスペドレルレコーディングの略。ドルビー A、B、C タイプのデメリットを改善して作られた。映画のサウンドトラックも、この SR の登場で、サラウンド音声も、 ドルビーステレオ SR に進化した。デジタル録音が1980年代には普及し始めるが、ドルビー SR は高価なデジタル録音システムに負けない高音質を得られたため、録音スタジオやミュージシャンが好んで使用し、デジタルレコーダーでマルチ録音されたソースをアナログにチャンネルレコーダーでミックスダウンする際に,にも活用されていた。 映画音響ではデジタルサウンドトラックの多チャンネル化が進んでもなおドルビー SR を使用したアナログサウンドトラックが合わせてフィルムに付けられている。1990年に登場業務用のドルビー SR タイプノイズリダクションシステム蒸気参照をもとに民生機用に設計し直した企画日本では1991年9月に発売された愛は 初代法人の XKS9000 が生用発のドル BS 搭載カセットデッキとなる。低音域でもノイズリダクション効果があり、原理的にパンピング、動的副作用が発生しない。B タイプと長官的な互換性があり、S タイプで録音したテープが B タイプでもさほど違和感なく再生できる、事実上の簡易再生というメリットがある。もちろん、 S, S タイプで録音したテープは S タイプを備えたテープレコーダーで高忠実再生が可能となる。しかし、すでにプロ用および民生用の DAT と呼ばれる CD の音質を量駕するデジタル録載機が市場に登場から数年後、新機種の投入に伴う開発、生産等によるコストダウンからもたらされた低価格によって普及し始めた時に投入された点は、ともかく、 ほどなく MD や DCC などといった新しい圧縮系コーデック。前者がアトラック、後者が PASC と呼ばれる各種コーデックの民生用デジタル6彩機が頭し始めたことや、最初期のドルビーエス基板は回路構成が複雑で高価だった。その後1チップ化され回路構成のコストダウンや搭載機種の低価格化が急速に進んだことから搭載製品は かつての BC タイプほどの普及までには至らず、短命に終わり、1999年末までにドルビーエスを搭載したカセットデッキはすべて生産終了し、2001年末までにすべて販売終了となった。日本の音響機器メーカーでドルビーエスタイプを搭載した機種を開発、および発売したメーカーは先日の愛 w のほか、パイオニア、現、音機用パイオニア、ティアック、 ソニー、ケンウッド、ゲン、JVC ケンウッド、ヤマハの、軽力社に止まっており、また、この当時、DCC、デジタルコンパクトカセットに参入していた、松下電機産業、ゲン、パナソニックや、日本ビクター、ゲン、JVC ケンウッド、日本マランツ、ゲン、D&M ホールディングスや1991年、当時三菱電機と共同で、A& D ブランドを展開していた1992年をもって展開終了赤電機、現赤いプロフェッショナル、主に高級クラス中心のカセットデッキを製造していた中道などの日本の音響機器メーカーはドルビエスタイプを搭載した機種は1機種も投入されなかった。FM やアナログ地上波テレビの放送で使用される 19kHz のパイロット信号は ドルビー n r の高周波レベル検出時に誤作動の原因となるため、マルチプレックスフィルターが必要になる。急峻な特性で、ハイカットを行うため音質への影響は避けられず、MPX の ON、オフが切り替えられる FM チューナーやカセットデッキも珍しくないが、使用上 MPX フィルターを搭載しながら、ON、オフ切り替え能を持たない廉価なカセットデッキでは、タイプ B。 C、S のドル BNR 回路と連動する MPX フィルターがワンチップに統合された IC が使われドル BNR が ON になっている限り15から 19kHz より高い波数は一律でカットされていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。